中日、阪神に完封負け、勝ち越しの可能性消滅。中日は打線が振るわず首位阪神に0封負け。これで今季の本拠地バンテリンドーム名古屋での試合は通算27勝34敗に分けとなり、7試合を残して勝ち越しの可能性が消滅した。もう将来が不安しかない。あと7試合残してホーム負け越し確定とか、ドラチケクーポン2枚残してんのにどうすりゃいいんだ。もう集まるなよみっともない。シュニドラ好き。うかいどのコースに来てもあのスイングなんやな。体重杯2人目。シュニドラ強いから好き。広島に申し訳ない。もうネオに投入しかない。一発さよならはわかるけど、玉がね。近本を休ませてあげながら貯金をお送りする。失点少なくて偉い。3点が上限のチーム、つまんねえ打てなすぎ。今日の阪神めっちゃやらかして気がするが。1、3番が2割8分打っててなんで点取れないの？投手も最小失点で抑えてるのになんで勝てないの？弱い。ドラゴンズはもう終わり。さりげなく借金27に、うまくいけば今週末に借金30到達。打力が低いし低いなりの工夫もない。勝てるわけもない。中日ファンは不安よな。立浪、動きます。小笠原、なんで失点1で負け投手にならないといかんの？龍子同盟っていうのメリットは何があるんや？立浪っていつまでなん？来季まで安泰の立浪好き。この政権は立浪とエイジを同時消化できたことくらいしかメリットがない。いろんな負け方見せてくれるなぁ。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。